中国の軍事演習にアメリカが懸念表明です。アメリカの国務省は27日、ランバート国務副次官補と中国外務省の高良国境海洋事務局長が、中国軍が台湾を取り囲む形で軍事演習を行っていた23日にオンラインで会談し、深い懸念を伝えたと明らかにしました。その上で同盟を支援する決意を改めて強調したということです。これに対し中国外務省は今日、台湾独立勢力への支持を直ちにやめるべきだと反論しました。